情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録にかかる記録媒体を通じた電子計算機に対する不正な活動であると規定しており、まあ、ネットワークを通じて不正に電子データを改ざんするような行為はこれに含まれる、まあ、しかしこの非常にややこしいのは、えー、企業にとってまた個人にとってのリスクは必ずしもネットワークにつなげていなくても起きるんですね今は。 まあだからそういうことを考えると、すべて今の安全な状態が壊されるものはすべて、その攻撃の一つの形だろうというふうに我々考えています山本太郎君。え